それではここまでのハイライトシーンをご覧いただきましょう。今日の試合のハイライトシーンです。まずは先発ピッチャーご覧の辻、立ち上がり良かったと思ったんですが。そうですね、コントロールもいいし、はい、高さ的にもいいところに来ていたかなというふうに見えましたね。はい、これはご覧のように牧原のセカンドゴロ、初回なんですが、続く高田、ここもタイミングを狂わせての三振、いい滑り出しを見せたような感じでした。まっすぐもこう切れのあるボールを投げ込んでましたよね、はい、ランナー二塁一塁、ドラゴンズがチャンスを迎えた2回の裏、バッターは赤坂、打球を殺したんですが、一塁のリートゥー戦がいいダッシュ、三塁フォースアウトになりました。このワンプレーでちょっと流れが変わりましたね。そして進んで4回の表に入ります、ソフトバンク、牧原のセンターへのフライ、センターは岩崎、思い切ったプレー出ましたね。このプレーでね、はい、本当にこのイニングは ね、 そうですね、0点に抑えなきゃいけないんですけれども、はい、ランナーを進めたところ、バッターはリトゥーセン、まあね、簡単にこう犠牲フライを打たれる、はい、これで1点目、まあ、セカンドランナーもサードまで行かれるということでね、はい、なおピンチが続きます。辻、このスライダー、吉村、このスライダーですよね、もったいない、はい、もう打ってくださいというボールでしたもんね。これで2点が入りました。4回の表の攻撃でした。2点を追いますドラゴンズ。ランナーをスコアリングポジションに送って、バッターはご覧のように溝脇、うまく打ちました、変化球ライト前、セカンドランナーはドロンウェイ武弘、キャッチャー山下ブロック、届きません、ホームへ足が遠いですね、ホームが本当そうだったですね。さあ6回の裏です。ドラゴンズは福田が代打で登場してまいりました。セカンドライナーに終わってしまいました。もう少し上がっていればという感じだったですがね。そうですね、その前に、まあ、ノーアウト1、2塁でこの堂上武弘がね、はい、なんとかしなきゃいけない場面だったんですけど、なるほどね、反撃なりません。浜田がピッチャーです。リトゥーセン、これはうまくつけましたね、右の肘を畳んで、これはもうしっかり振り切ってのですよね、ライト前ですよね、はい、高々ホームに入りました。これがずしりと響く3点目ということになりました。結果8回9回とドラゴンズの反撃は実を結ぶことができませんでした。